つあるでしょ。この時期は、新学期に入社、入学とか新しいことが盛りだくさんだよね。上京してたら新しい生活だから一番楽しみな時期だよね。私たちはそんな中変わらずパトラジをやっていくわよ。ここでは普段からパトパトチャンネルを応援してくださっている視聴者との交流の場ということで、このパトラジのコーナーを務める私ゼッカと、私、大岡が以前募集したお題を聞いていきたいと思います。今回はパトパトチャンネルのコミュニティで募集した、最近自分の中での流行は、のコメントを見ていきたいと思います。皆さんは今どんなことにハマってるのかな？ちなみに私は最近料理にハマってます。料理って一度手の込んだものを作ったら違うものも挑戦したくなるんだよね。最近美味しいものが出てきて嬉しい限りです。私はやっぱりゲームだよね。最近だとキングダムハーツ3とかルーアのアトリエとか、私が大好きなシリーズがいっぱい出てきてくれて本当幸せです。それは良かったわね。それじゃあ早速皆さんのコメントを見ていきましょう。よし、どんとこい。最初は、これはすごくいっぱいいたんだけど、パトパトチャンネルを見ること。みんな本当にありがとうねー。アカウント名、鳥たちの大家さんは動画の考察。いっぱい考察してくれると私たちも楽しいんだよね。アカウント名、ユーゴゲームズさんは、冥界異変を最初から見直すこと。冥界異変ももう残る敵は絶というユーコのみ、これからの熱い展開に期待だね。アカウント名、ゆっくりスプラさんは、宝力争奪大会編を見ること。あの大会は本当に大変だったよねー。ぜひ最後まで楽しんでくださいね。アカウント名、画像ブロリーさんとゆっくり翔也さんは、第1回人気投票記念で作られた、ロストワンの豪国の PV を見ること。あれはパトパトチャンネルの中でもかなり力を入れた動画なので気に入ってもらえて光栄です。そもそも、ロストワンの豪国がいい歌なのでぜひオリジナルの動画を見ていない方は、ぜひ見ていってくださいね。以上、他にもコメントで最初から見ること、とかあったから、私たちも気合い入れて頑張らないとだね。みんな本当にありがとうね。それじゃあ次のコメントを見ていくわよ。アカウント名、ロッチャン&ミカンさん、文房具集めで可愛いのがあると集めてしまう。ちなみにこのコメントはパト推薦で即採用されました。なんでパトが推薦したの？パトというか、主の趣味が文房具集めで、特にシャーペンを集めているのよ。へぇ、主ってシャーペン集めてたんだ。主はロフト限定のスマッシュっていうシャーペンのの5色カラーを全部持っているらしいわ。よくわからないけどすごいの。さあ、あとはオレンジネロの 0.2 と 0.3 を両方持っているんだぞ。って自慢されたけど、私にはさっぱりだったわ。私でも知ってるのは、クルトガとかデルガードくらいかな。ああわかる、この2本は使いやすいからね。新学期を迎える学生さんたちもぜひこれを機に親から、いい文房具を買ってもらおうね。文房具だけでもモチベーションが変わるわよ。ま、私は勉強しないけどね。私も人のこと言えないけどあんたは勉強しなさい。さて、次のコメントを見ていこう。アカウント名、たくまたくまさん、ラキさんブラック殺人犯さんで、ゆっくりのオリキャラを作ること。オリキャラ作るのって楽しいよね。最近はゆっくり実況でオリキャラがたくさん出てきてるよね。可愛い子もいたり、かっこいい子もいたり、個性あふれるキャラが本当に増えてきてるよね。それでみんながゆっくりを始めて、もっとゆっくりというジャンルが有名になったらいいなと思っています。本当に頑張りたい、と頑張っているゆっくり実況者さんをパトパトチャンネルは応援しています。私たちや、他の実況者さんもスタートはみんな同じだったんだから。最初は辛いと思うけど諦めずに頑張ってね。それでパトパトチャンネルも次の第4章を控えてるけどオリキャラは出てくるの。うん、だいたい10体以上を予定しているらしいよ。まだ制作すら始まってないけどね。うわぁ、パトも大変だねー。第4章もそうだけど、第1章 R もやらないとなーってぼやいてたよ。劇場版もあるしね、今年も大変そうだねー。目標10万人って言ってるんだからそれくらい頑張らないと。またパトの目のクマが増える時期が来るんだねー。頑張ってねー。さて、次のコメントで最後になります。アカウント名、ゆっくりゆあさん、さきさん、野田直樹さんで、バンドリ、ガールズバンドパーティーにハマっています。他にもマイクラ、スマブラ、ゆっくり育てていってね、フォートナイト、スプラトゥーンなどのゲームにハマっているというコメントがありました。やっぱりみんなゲームが大好きなのねー。それはそうだよ、ゲームは面白いし、すぐに遠くの友達とオンライン対戦できるし。今はスマホがあれば無料でできるゲームもたくさんあるから、本当ゲームは人にとって欠かせないものだよ。そうね、PS が発売される前は通信ケーブルっていうものがなかったら友達と通信対戦できなかったからね。昔はオンライン対戦なんてなかったからねー。だからこそオンラインゲームが中心の今を考えるとゲームもすごく発展したんだな、って思うよね。でもその分変な人に遭遇することもあるし、マナーが悪い人にも遭遇する可能性があるから。ゲームだからといって興味本位で挑発とかしたらダメだよ。みんながマナーを守って、楽しいゲームライフを送ってね。あと Twitter の方でパトがバンドリのフレンドコードを公開しているからぜひ気になる方は見ていってね。
たまにプライベートでパトがフレンドルームを開いてるからその時はよろしくね。プライベートだから特にお知らせはしないから、ほぼうんだけどね。さて、以上で今回のパトラジの大コーナーは終わります。次は今後の配信予定をお知らせしますね。3月はプライベートが忙しすぎて動画投稿が遅くなり、皆さんにご迷惑をおかけしましたので、この4月、5月はストーリーメインの動画投稿となります。そして長い間ストップしていた RV も5月をもって再開します。そうそう、なんと久しぶりに RV を確認したら登録者1000人超えてたんだよ。そうなの、それはすごいわね。まあ、いろんな事情があって RV はストップしてたけど、5月からまた再開するので、ぜひ暇な時に見ていってくださいね。あと、まだ未定なんですが6月に入ったら劇場版の制作と第4章のキャラ作成、第1章 R の続きを多分やると思いますので、ぜひ楽しみにしていってくださいね。第1章って言ったらまだ私たちもいないし、パトも戦力になってない頃よね。でもパトパトチャンネルの始まりでもあるお話なので、ぜひリメイク版も楽しみにしていてくださいね。まずは5月までに明快1000を完結させないとね。ほぼ終盤だからそこは心配してないよ。パトがサボらなければの話だけど、パトも主の活を入れておくわ。それじゃあ今回のパトラジオ終わりたいと思います。これからも頑張っていきますのでぜひ楽しみにしていてくださいね。それでは、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。